はい、今日ですね、効率のいい評価という話をやっていきたいと思います。今日の内容は学生さんとか新人のセラピストの方に向けた内容になってますので、よろしくお願いします。で、この効率のいい評価って何かって言いますと、評価といえばですね、学校で習うのはトップダウンとボトムアップっていう評価があるよ。この2つが主に、あるよって習うと思うんですよ。で、ボトムアップの評価は、検査を一個一個しらみつぶしにやっていって、問題点を明らかにしていこうよ。いわゆる下から積み上げていこうよっていうのがボトムアップじゃないですか。トップダウンっていうのは、例えばこういう動作を見たときに、あ、この辺が問題かもな。じゃあちょっと検査してみよう。っていうのがトップダウンですよね。動作から判別したりとか、上から見ていく。で、気になった検査を入れていく。っていう方法を、学生の時に習うと思うんですよ。僕は学生の時はそういうふうに習いました。ただ、実際の臨床の現場では、これ両方の側面があると思うんですね。評価って。で、その中で効率のいい評価とは何か。やっぱり、評価はしっかりしたいです。当然のことながらね。評価はめちゃくちゃ大事だと思います。理学療法において。ただ、評価、にすごく時間がかかってしまって、結局この介入時間がどんどん短くなっていくっていうんじゃちょっとね、それはそれであまり良くないですよね。できるだけ患者さんに負担をかけずに、ただできるだけたくさんの情報を得るにはどうしたらいいのか。今日はそんな方法をですね、4つのポイントにまとめました、僕なりに。一応僕10年ぐらい臨床にやらせていただいていて、その中で気づいた、大事だなと思う4つのポイントですね。結構当たり前なんですけど、意外とできてない方がいる。そんなポイントを4つに、絞りました。で、まず1つ目は挨拶ですね。この挨拶、はじめましての挨拶ですね。この時に結構いろんな情報がわかることって多いですよね。例えば、こちらから、はじめまして、私が担当させていただきます理学療法士の何々ですとかっていう話をするじゃないですか。その時に、どのぐらいの自分が声量で言ったのか、できるだけね、最初は大きくはっきりとゆっくりと話す必要があると思うんですけど、それに対して患者さん自身はどういう反応をするのか、こちらを見ていただいているのかとかね、こちらが話しかけてもこちらに振り向きもしないパターンもありますよね。例えばですけど、聞こえてない可能性があるのかとか、そもそも失語症的なそういった中枢疾患の問題がありそうなのかとか、これはあくまで予想ですよ。ありそうなのかって話をなんとなく予想するわけです。で、詳しくは後で検査すればいいわけです。この予想をたくさん持っておくことがすごく大事になってきますね。理解はちゃんとされているかなとか、病識はどうかなとかね、この辺はこの挨拶と一旦二旦のやり取りで、なんとなくこう掴むことができる。例えば、はじめましての挨拶をする。で、相手も、よろしくお願いします。とかね、今日からリハビリ頑張ります。みたいなこと言うと、あ、結構病識はありそうだな。逆に、挨拶したときに、私もう帰りたいのよ。家に。って言っていたら、ん?ちょっとどうだろう?とかってなるわけですよね。こういう、予測が大事です。で、その何単かの会話の中でこう予測しといて、で、疑わしきとか、ちょっと精査したいものは検査項目として上げていく。っていう方法を取ると、効率が良くなってきますよね。あとこれです。2番目は、リハ室へ行くとき。ここにもめちゃくちゃ情報はありますよね。例えば、僕は回復期病棟に、で働いているので、回復期で言えばですけど、リハ室へ行くとき、患者さんがベッドに寝ていると。で、そこから、リハ室に行くためには、起きて、で、ベッドから車椅子に移乗して、そこから車椅子を漕いでいくのか、漕げないのか、とか、歩いていく場合では、杖を使うのか、歩行器を使うのか、解除は必要なのかどうなのか。このリハ室に行くだけでもめちゃくちゃたくさんの情報があるわけですね。リハ室に行く前、行ってからがリハビリだっ
ていうふうに思ってると、ここの貴重な情報を見逃しちゃうわけです。リハ室に行ってから、だからもうね、ベッドに行った瞬間に全解除で起こしちゃって、トランスフォーマー全解除でやっちゃって、車椅子セラピストがザーッと押していっちゃうと、これ分かんないわけですよ。情報を見落としてしまうってことになるわけです。なので、まあまずは声かけで、起きていただけますかとか、そういったね、こう起き上がれますかとか、乗り移れますかとか、そういったコミュニケーション取りながら、まあ、どのぐらいできるのかっていうのをなんとなく見ながら、まあ、もちろん安全面には配慮しつつも、ご自身でできるところはやってもらうと。で、それは実用的なのかどうなのかとか、で、こちらの指示理解が可能なのかどうなのかとか、まあ、いろんな、もうたくさん見れますよね。で、その時に、まあ、起き上がり動作を見るじゃないですか、一回。もうこれで起き上がり動作を見れるわけです。動作分析、動作観察できるわけです。でそこからトランス、異常ですよね。異常の動作分析、動作観察できるわけです。ね。で、そこ立ち上がりとか。まあ、歩く人であれば、リハ室まで歩いてる間に歩行分析できるわけですね。まあ、そういった具合に、こう、リハ室に行く間に、たくさん患者さん情報を与えてくださるので、それを見逃さないようにしようと。過解除になりすぎてしまうと、ここのリハ室へ行くまでを短縮しようとしてしまうと、意外と情報を見落としてしまう。そういうことがあるわけですね。はい。あとは、こう説明しながら質問を挟むっていうのも結構僕はやります。例えば、まあ、この病院はですね、とか、まあ、何々さんが入院されているのは2階ですけど、まあ、リハビリの部屋は6階にあって、とか。で、6階はですね、ここからここのエレベーターを使っていくと6階に行けて、とか。で、リハビリはですね、毎日、リハビリ表というのが、予定表というのがありまして、これが毎日更新されますので、ここを確認していただいて、毎日のリハビリの時間を見ていただければと思います、とか。まあ、いろいろ説明最初しますよね。で、これから私担当させていただいて、最初はどのぐらいね、動けるのかどうかっていうのをちょっと一緒に見させていただいてとか、いくつか最初質問させていただいてとか、まあいろいろね、説明しながら、質問を挟むと。そんな形でよろしいでしょうかとか言うと、あ、お願いしますとか、その反応を見ながら、どこまで理解されているのかとか、どういったご希望がありそうなのかとか、この入院する目的とか、ご本人さんがこう叶えたいご希望とか、そういうのもなんとなく見え隠れしてきますよね。うん、そういった時に、まあ、頃合いを見て質問を挟んで情報を収集する。まあ、こんなことも、こうね、リハ室に行くまでに何個かできるわけです。で、まあ、気になったところはちゃんとした検査を入れると。後からちゃんとやるということが大事なわけですね。なので、まあ、結論まとめると、初期評価のための情報収集をリハ室に行くまでにたくさんできるよねっていうのが今日の話です。リハ室に行くまでに初期評価のための情報収集をたくさんできるので、要はもう検査って死ぬほどいっぱいあるわけですよ。検査って。めちゃくちゃいっぱいありますよね。で、それ全部やることってできないじゃないですか。例えば、大腿骨頸部骨折とかっていう疾患においてこういう検査をすることが推奨されてますよっていうのでもめちゃくちゃたくさんあるんですよ。でそれ全部やるのはちょっとなかなか大変だと、まあ、時間的にもなかなか難しい。だから検査する項目はある程度絞んなきゃいけないわけですよね。それもちろんそうですよ。皆さんね、年齢も性別もご病気も合併症も既往歴も皆さん違うわけですから、個別に合わせた検査項目があるわけですよね。これを立案するっていうのが、まあ学校の中でもやることですけど、これを立案する過程は、要はトップダウン的な要素も、ボトムアップ的な要素もあるわけです。お話をしながら、質問を聞きながら、こんな検査をやればこんなことが分かるかもしれないっていう予想をするっていうのが、この効率のいい評価、意義のある評価につながっていくのではないかと僕は考えています。なので、こういったリハ室に行くまでのコミュニケーション、
とか動作観察をすごく大事にしていますので、まあ、皆さんもね、もしよろしければその辺も見ていただければと思います。というわけで、以上になります。僕の動画でですね、臨床の話とか文献の話やってますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼します。